それではただいまから大会第1部合同慰霊式を執り行ってまいります。はじめに災害を受けられた生産者の皆様を代表して、川南町の酪農家川上典子様に追悼の言葉をいただきます。それでは川上様、よろしくお願いいたします。追悼の言葉。1月27日、ようやく終息宣言が出されました。あなたたちのいなくなった空っぽの畜舎の中を見渡すと、安らかに眠ってくれているだろうかと案じています。私たちの生活のために日夜懸命に働いてくれ、常に心の支えになっていた牛や豚たち、目に見えないウイルスとは言ったものの、怯えるあなたたちを守ってやることができなかったことが悔しくてなりません。10年前の口蹄疫発生のあの日から今日まで、私たちは何をしてきたのでしょう。家畜の病気や伝染病に対してしっかりと学んできたでしょうか。常日頃の防疫がいかに大切なものなのか分かっていたのでしょうか。家畜を扱う者だけが取り組んでも、皆の協力なしには貿易に努められないことが本当に分かっていたのでしょうか。お腹に子供を抱えたまま産ませることもかなわずに、お母さんのおっぱいを飲むことも許されず、それでも私たちを支えてくれた牛や豚は黙って静かに受け入れてくれました。ごめんね、そして今までありがとう。無念な思いで死んでいった牛や豚のためにも、二度とあってはならないことです。今回の合併益をしっかりと受け止め、ゼロからのスタートを重要な節目とし、皆が手を携えて再び畜産を営み、命のリレーをつないでいくことを約束し、追悼の言葉といたします。どうぞ安らかにお眠りください。平成22年8月28日、川南町川上典子。川上様、ありがとうございました。続きまして、献花でございます。ここではご出席の皆様の代表の方々にお願いいたします。お名前をお呼びしますので、順次ご登壇いただき、献花台にて献花をお願いいたします。おすず農業協同組合畜産組織連絡協議会会長、江藤和俊様。おすず農業協同組合肥育牛部会会長、岩崎克也様。おすず農業協同組合養豚部会会長、遠藤武則様。おすず農業協同組合
酪農部会会長吉松浩一様。お鈴農業協同組合代表理事組合長黒木智則。川南町町長内宮正義様。津野町副町長川野義隆様。こゆ農業協同組合肉用牛部会会長鍋倉隆一様。こゆ農業協同組合養豚部会会長C 勝本様。こゆ農業協同組合酪農部会会長松浦博俊様。こゆ農業協同組合代表理事組合長金田菅生。高鍋町副町長川野文明様。新富町町長土屋義文様。木城町副町長三住英二様。西都農業協同組合繁殖牛部会会長井上良一様。西都農業協同組合酪農部会副会長斉藤哲夫様。西都農業協同組合代表理事組合長生貞則。田中斉藤市市長橋田和美様。宮崎中央農業協同組合佐土原繁殖牛部会会長三浦治様。宮崎中央農業協同組合肥育牛部会副会長磯崎義照様。宮崎中央農業協同組合代表理事組合長森永俊之。宮崎酪農業協同組合代表理事組合長石川幸康様。宮崎市市長戸敷忠様。国富町町長川野俊美様。日向農業協同組合和牛部会会長椎葉和夫様。
日向農業協同組合養豚部会会長黒木文夫様。日向農業協同組合代表理事組合長メラ正明。日向市市長黒木健二様。美郷町副町長田中秀俊様。延岡農業協同組合養豚部会会長松下秀信様。